東京都交通局12-000軽電車は、東京都交通局大江戸専用の通勤軽電車。本校では、車両として竣工せずに終わった試作車についても、記述する。1986年に試作車が登場し、各種試験後1990年に医療車者として、現在の12から000型が落成した。なお、 東京都交通局の公式発表などでは12000型と読む。4時にわたって製造され、2000年までに8両編成53本が増備された。製造メーカーは日本車両製造と日立製作所である。走行システムには大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線に続いて全国で2番目となる鉄輪式リニアモーター駆動方式を採用しており、 同駆動方式の採用は関東の地下鉄では初めてとなる。本校では共通項目について述べ、次者別の変更点については講述する。アルミニウム合金製車体に大江戸線のラインカラーであるマゼンタ色の濃淡2色の帯を巻く。居住性や快適性向上のために車両限界を最大限に使用しており、車体断面は側窓から天井に向かって、 狭くなっている。冷房装置には厚さ2 0 0、mm、トルと薄型のセミ集中式で冷凍能力1 4 5 3ットを屋根に埋め込む形で各社2台搭載する。車内には補助送風機としてラインデリアを各社3台設置している。アイボリー系の化粧板床材は車内中央をベージュ、外側を茶色として乗客が足を投げ出すのを防ぐ。 フットライン入りを採用している。天井は試作車と異なり、薄型冷房装置と冷房用ダクトの設計に工夫がされ、さらにパネル式の平ら天井の採用によって2 1 0 0ト、mm、ルの高さが確保されている。客用ドアは車体構造に合わせて上部が内側に傾斜しており、室内側は化粧板仕上げである。開口幅は1 3 0 0ト、mm、ル 高さは1 8 5 0ト、mm、ルとなっている。車内の蛍光灯にはいずれもアクリル製のカバーが取り付けられている。当初の釣り革はおむすび型で座席前のみに設置している。網棚はステンレス線を格子状にスポット溶接した網を使用している。車内床面には手電動起点圏外を40車まで全車両に設置している。座席は 濃いピンク系のファインレッド優先席部は青色系のバケットシートで一人分の掛け幅は460ミ、mm、リメートルを確保している。側窓は基本的に一段加工式の窓であるが前線近く間のためカーテンは設置していない。連結面の貫通路は開放感を持たせるために断面の大きなものとしている。貫通扉は各社片側のみの設置で ドアガラスは下方向に拡大されている。車椅子スペースは4号車に設置されている。この場所の側窓は固定窓で保護棒付き、さらに安全手すりと非常通報装置、車椅子固定用のベルトが設置されている。非常通報装置は運転士と相互通話なもので各車両に6台設置している。また、通報ボタンが押され、 運転士が応答できない場合には、列車無線に接続し、運転指令所の指令員が応答できるシステムが搭載されている。ドアの上部にある LED 式の旅客案内表示器は、落成時は路線図式案内表示器と LED 式文字式案内表示器が一体になったものが角ドア状に設置された。その後4次車の導入に合わせて、 現状の LED のみの地取り配置に変更されると、共に、すべての編成で、シートもケットも変更された。このほか自動放送装置と、社外案内用スピーカーを設置する。運転台乗務員室内奥行きは2200ミ、mm、リメートルと広く確保されており、大江戸線の駅は、ほとんどの駅が、島式ホーム構造のため、運転台は、 進行方向に向かって右側設置としている。乗務員室と客室の仕切りは、運転席背面がスモークの入った大窓、左端に乗務員室仕切り扉窓がある。前面窓への光の反射が少ないため車高膜は設置していなかったが、後年に大窓部に車高膜が設置された。仕切り扉は、電磁作業に対応したものである。乗務員室内は、 客室同様にアイボリー系の配色で、運転台軽機台は、紺色としている。運転台は、正面パネル左から、放送、無線操作機、デジタル式速度計バーグラフ式メーター、保安表示等を、手前のテーブル面には、ドア開閉ボタン、ATO 出発ボタンなどを配置し、右端には、右手操作系、マスコンハンドル、レバーサなどを配置している。 このほか、左側には、ホーム監視用モニター画面と下部に、列車無線及び連絡放送用の、各操縦脇を配置している。マスコンハンドルは、小型の右手操作式で、ノッチは、手前から立行2、低速、立行1、切れ、乗用ブレーキ1から7、非常となっている。さらに運転士が軽機類の監視に視線を落とさずに、前方監視に集中できる。 要全面ガラスに速度計や ATC 信号を映し出す HUD を設置した。ただし、前方風景と重なって、帰って見にくく、ほとんど使われないことから二次車以降廃止し、工述する C 修繕工事の際に撤去した。マスコン大周囲には、ドア開閉スイッチを配置するほか、これとは別に、各側面用に車掌スイッチも設置されている。 これは非常、ブレーキスイッチ、合図ブザ、注意換気放送スイッチと、押しボタン式の開閉ボタンで構成されている。運転台には、ホーム監視カメラからの映像を表示するモニター画面がある。この伝送システムには、日立製作所とヤギアンテナが開発した、赤外線で地上と車上の通信を行う、大列車光空間伝送システムが採用されている。また、 このシステムは、地上と車両間のインターフェースを行うものであり、画像伝送の他トランスポンダと同様に、車両情報の伝送機能も有する。このため、車両基地内での在線検知や、地上検査装置とのインターフェースにも使用されている。本車両には乗務員支援を行う、車両情報制御装置を採用している。これは AT、ATC、ATO 装置と一体化して、 車両全体を総合的に管理するシステムで機器のモニタリング、サービス機器の操作機能などがある。さらに ATO 装置の制御やホーム監視カメラからの映像の伝送を行う機能があり、これらの伝送には光ファイバーを用いている。乗務員用のモニター画面はスペースの都合上、運転大丈夫に設置した。なお、車内案内表示器、 行き先表示器及び自動放送装置は、地上からのデータを ATI 装置経由により自動設定される方式である。床下は非常に低く、車輪径は 610mm で、床面高さはレール上 800mm のために、床下機器は 500mm 以下に抑えている。制御装置には、日立製作所製の GTO サイリスタ素子による、 VVVF インバータ制御を採用し、1台でに両分4台のリニアモーターを制御する。主電動機は、車上一時片側式参照リニア誘導電動機は、交流駆動式、レシプロ式 C-2000LB 型を採用し、当初は3号車に2台搭載した。補助電源装置は素子にパワートランジスタを使用した、静止系インバータを、空調用、空気圧縮機用、 制御用を M2 車形に分散して搭載した。これは機器の小型化や付加条件に応じた最適な電源を確保するためである。パンタグラフは東洋電気製造製の PT6102A または PT6102B というひし形のもので折りたたみ高さは 160mm と非常に小型のものを採用しており終電船は 合体化線対応系である。台車は軸箱支持方式に積層ゴムを用いた自己操打機構を有するリニアモーター駆動方式空気バネ台車を採用している。軸バネは前後方向に柔らし地としており、曲線走行時には車輪が自然に向きを変えることができ、曲線通過性能が向上されている。一時車の台車は前述した馬込検車場で、 走行試験を実施した台車をベースに、比較試験のためリニアモーターの走過方法と、牽引方法の違いで3種類の台車が使用された。いずれも軸距は 1900mm、基礎ブレーキには、ディスクブレーキを採用している。各台車には T-12 型からなる、交通局形式と、FS-ND- からなる、メーカー形式がある。台車枠走下方式は、 台車枠から釣りリ,リンクを設けて、リニアモーターを取り付ける、方式、主軸受走化方式は、輪軸の外側に、車軸管を取り付け、この車軸管にリニアモーターを取り付ける方式である。当車は車輪に、直接、リニアモーターの重量がかかるものである。このうち T-12D 型は、一般的な車輪の外側に、台車枠がある、外軸箱方式だが、 T-12S 型及び T-12N 型は車輪の内側に台車枠がある内軸箱方式が採用されている。内軸箱方式は軽量化には効果が高いが日本国内における採用は珍しいものである。また、その関係で基礎ブレーキ用のブレーキディスクが車輪の外側にあるため特徴的な外観となっていた。 地下鉄12号線開業後に、究極線部において、レール踏みずらに、波状摩耗と呼ばれる異常摩耗が発生して、騒音、振動が大きくなる事態が生じた。調査の結果、リニアモーターを、台車枠に掃化した、T、T-12D 型の方式が、レール面への重量負担を軽くできることが判明した、ため、以降は T-12D 型台車が、標準台車となった。 このため T-12NT-12S 型台車を使用していた車両は順次 T-12D 型台車へと交換が進められた。列車無線には漏洩同軸ケーブルを使用した都営地下鉄発の空間波無線方式を採用しており、異常時に列車防護が行える要防護無線も搭載した。保安装置には 車内信号式新 CSATC 装置を使用しており、さらに停止精度を高めるために、ファジー制御を取り入れた ATO 装置を搭載する。この ATC 装置と ATO 装置は一体型とされており、ATO 装置の運転操作性や停止精度は、交通局の発表では熟練運転士並みの運転の高度なものと発表している。ブレーキ装置には ATC 電動系の 全電気指令式空気ブレーキである。ブレーキ段数は、手動操作時は常用ブレーキが1から7段、非常だが、ATO 運転時は31段の多段制御方式とすることで、ATO 運転時における乗り心地の低下を防止しているほか、ATO 運転時におけるブレーキ操作の応答性向上のために、台車中継弁を設置している。リニアモーターの特性上、 停止時には逆小ブレーキを使用しながら空気ブレーキを補足する。また、非常ブレーキ時には一部を改正ブレーキが負担する方式である。12から000系塗装車試作車の結果を反映した量産車として、1990年9月から10月にかけて光が丘研修所に搬入した。このグループは、 練馬光が丘間の開業用として、第01から05編成の6両編成5本を、日本車両製造で、製造、1991年12月に車両として、入籍した。開業の1年以上前に製造したのは、1990年12月から1991年10月に、かけて、練馬光が丘間で一時車を使用した。 リニアモーター車両の高速走行試験を行い、全般的な性能並びに安全性等の確認を行うためであった。車体は軽量化の測れる大型押し出し型材を使用したアルミ合金製でアイボリーに塗装されている。外観デザインは次世代感覚、親しみやすさ、警戒感などをモチーフとし、ソフトなイメージを表現した。前頭部は 傾斜があって、流線型に近く、さらに大きく、曲面を帯びた形状としている。車外から向かって、右側には、非常扉を備える。前、照灯は、窓の下部に設置し、微灯は、LED 式全面行き先表示器両端に設置した。LED 式の全面、側面行き先表示は、走行区間によって変化するが、これは、 都営地下鉄大江戸線の港を参照のこと。本車両にはワイパーがついているが、これは地上線を通るためだけではなく地下線内の漏水対策場や車体洗浄機を通過するのに必要な装備である。一時車が重要部検査を施行するために、予備車の確保を目的として、1994年12月に6両編成1本が日本車両製造で製造。 搬入され、1995年2月に車両として入籍した。基本的な外観デザインや走行機器などは一時車に準拠したものとなっている。ただし、乗務員や研修員など現場からの意見を取り入れて、仕様を一部変更している。外観ではスカートを 130mm 下げ、ロングスカート化した。連結器はカバーをやめ、露出状態が正規となった。 なお、この時期に一時車の連結機もカバーを廃止した。制御装置をはじめとした、電装機器関係は一時車のものを踏襲しているが、台車は一時車の使用結果を踏まえ、合わせて乗り心地等の性能や保守性の観点から以後、T-12D 型に統一している。車内では、連結面で幅広のフォローをやめて、 強幅ホロにしたほか、合わせて貫通路も狭くした。蛍光灯カバーは、客用、ドア上部6カ所以外はやめて、焦度を向上させた。また、当初より中吊り広告枠を設置、一時車も、同時期に新設されている。英語による、自動放送も、この編成から導入が開始され、後に全編成に導入されている。旅客案内表示器は、 各社3台の千鳥配置に変更し、表示器の内ドア上部は路線図掲載スペースとした。運転台は1次車とは大きく変更されたレイアウトとなった。なお、2次車の運転台レイアウトは、あとの3.4次車とも異なる運転台で、2次車独自の運転台となっている。正面パネルは、ホーム間使用モニター画面と ATI モニター画面を、 パネル中央と右側に配置し、左側に放送、無線操作機と圧力計とデジタル式速度計を配置した。テーブル面周囲は平面となり、左側から列車無線及び連絡放送用の各操縦機とマイクを中央にドア開閉ボタン、ATO 出発ボタンなどを配置し、右端に右手操作系、マスコンハンドル、レバーサなどを配置している。なお、 視認性に、何のある、バーグラフ式メーターは廃止し、圧力計と、電流計電圧計は、指針式とされている。また、右側壁面には、主回路電流計河川電圧計バッテリー電圧計及び総括配電板や、保安表示灯などが配置された。1.2次車の8両編成化など8両、編成化時には5号車と6号車を増結し、 3号車に2台搭載していた空気圧縮機は心臓の6号車に移設した。また、車椅子スペースは3次車同様に4.5号車の設置となった。運転台のホーム監視用モニターは1次車では CRT モニター1台を液晶モニター2台に増設したが、2次車では正面パネルに2台を収納し ATI モニターは1次車同様に上部に移設された。 これは6両編成時には、ホーム監視モニターは1台で監視可能だが、8両編成時には1台では、曲線ホームでのホーム監視が困難なため、増設する必要があるためであった。このほか、車内サービス機器のプログラム変更や、車両間転落防止保路が新設された。その後、1999年12月から2000年3月に、 かけて環状部の開業に合わせて連結機に、電気連結機を追加したほか、旅客案内表示機を変更したことは前述した。1997年3月から9月にかけて、光が丘研修所光が丘車両研修場に、搬入され、練馬新宿間の延伸開業用として、第07から15編成の8両編成9本と、 さらに1.2次車の6編成分の中間車、各2両の合計84両が増備された。製造メーカーは、日本車両製造と日立製作所が担当した。最初に、第07から12編成の8両編成6本を5月25日より8両編成で、起営業区間に投入し、1.2次車を8両編成化のため離脱させ、 八両編成過後に復帰させる形を取った。新宿延伸開業後は最大運用数は12本、予備車は3本が確保された。三次車のみで組まれた車両は保守の低減や車両コストを低減させるために仕様を大幅に変更した。主な変更点は以下の通り。車体外反の無塗装化場無因質の拡大、それに伴う。 前頭部形状の変更主制御装置のイグ部と素子の採用補助電源装置の集約化 ADC AT、ATO 装置の構成を変更車体は外反塗装をやめて無塗装車体としたほか前面の傾斜を緩くして実質的に乗務員室の空間を広くした前面にレインボーカラーの帯を追加したほか電気連結器を設置した側面には 車両間転落防止保路が設けられた。制御装置は、ジレノン低減のため、日立製の3レベル方式イグブと、VVVF インバータに変更した。補助電源装置は、イグブと素子を使用した SIV とし、出力を1 1九馬に変更して、編成で2台に集約した。冷房装置は、セミ集中式に変更はないが、インバータ制御式から、ON。 オフ制御式に変更した。ATC、ATO 装置は両戦闘車搭載から、片置き式として8号車に搭載し、両戦闘車間を ATI により制御伝送するシステムに変更して、機器偽装の簡略化を図っている。運転台は、正面パネル左からアナログ張り式とした、速度計と総張り圧力計8両編成時に2枚必要となる。 ホーム監視用モニター画面を配置し、手前のテーブル面には、ドア開閉ボタン、ATO 出発ボタンなどを配置し、右端には、右手操作系、マスコンハンドル、レバーサなどを配置した。左側には、ATI モニター画面と放送、無線操作機と、列車無線及び連絡放送用の、各操縦枠を配置した。また、乗務員室時切りは、運転席背面を、 透明ガラスとし、遮光膜を設置した。仕切り扉窓は、スモークの入ったガラスに変更された。客室の仕様は二次車に準じているが、二棚は、金網式をやめて、パイプ式に変更した。コストダウンのため、座席前にある吊り革や、座席下に設置してある、暖房器具の数を減らしたほか、非常通報装置を一両六台から三台に、削減した。 中吊り広告枠は横1枚分から2枚分、掲出できるように拡大した。8両編成での車椅子スペースは4.5号車に設置した。旅客案内表示器は LED 文字スクロール式に変更して、ドア上千鳥配置とした。なお、1.2次車への組み込み車両は1.2次車に、仕様を合わせて登場している。 蛍光灯カバーの形状や転落防止ホロは3次車と同じであるが、車体は塗装され、制御装置や補助電源装置は1.2次車と同じものとしている。連結面のホロは、新車同士は強幅だが、在来車連結部は広幅ホロを使用している。また、一部の編成では、シートモケットが変更されている。発注方法の変更1.2次車では、 車体や台車、各電気機器をメーカーへ個別に発注し、それを製造メーカーへ送り、全体の偽装をしていた。しかし、三次社ではすべてを製造メーカーに一括、発注し、機器メーカーとの調整も製造メーカーが責任を持たせる方式とした。さらに三次社は、東京都地下鉄建設が発注する、 環状部開業用の4次社304両と合わせた388両を一括発注し大量生産による大幅なコストダウンを図った。このため、1両あたりの平均製造費用は1次社が約1億5300万円、2次社は約1億7200万円、3次社は約1億1000万円と約30%のコストダウンが実現された。 都営フェスタ2006院浅草線で展示された12から000系四次社、環状部開業用として1999年から2000年にかけて8両編成38本が日本車両と日立製作所で落成した。このグループは環状部を建設した東京都地下鉄建設が購入し、東京都交通局に無償状との形を取った。 第16から28編成は、日立製作所で、第29から53編成は、日本車両製造で製造した。基本的には1999年2月22日から、翌2000年2月17日にかけて1年がかりで36編成288両を、木場車両研修場に搬入した。 これは、陸装によるため、一番に二両しか搬入できないためであり、一週間で、一編成を搬入した。ただし、第16.33編成は1998年10月に、騎馬車両研修場に搬入され、新宿国立競技場間の開業用として1999年7月に、先行導入された。 これは、新宿駅国立競技場駅間開業に伴い、運用本数が2本増えるためであった。この2編成は、環状部の全線開業までの間は、交通局が地下鉄建設より一時的に、借用していた。基本的な仕様は3次車と、ほとんど同一であるが、VVVF インバータ装置は1から3次車の、日立製作所製から、東芝製に、 補助電源装置は1から3次車の東芝製から東洋電気製造製に変更されている。細かな変更点としては、ドア上の路線図を収納する枠が1次車と同様に白塗装に戻された点である。4次車のうち、対52編成までは2000年5月から11月にかけて順次竣工した。一方、 第53編成は2000年2月17日までに4次車としては最後に搬入され p 級臨軸と呼ばれる脱線係数を測定するための特殊な臨軸を装着して脱線係数の測定車両として使用されたその後試験終了後の2001年5月に正式に春行したなお前線開業当初の最大運用本数は43本で 予備車は10本となった。試作車1986年3月に、小形地下鉄用車両の試作車として12から001プラス12から002の2両が、東急車両製造で落成し、3月25日に陸送により、まご県車場へと搬入された。この車両は、新しい地下鉄を目指し、以下の項目をコンセプトとした。21世紀にも通用する。 車両省エネルギー、省メンテナンス化を図る。最新の技術の導入による、車両システムの統合化車体、機器などの大型軽量化を図る、地下鉄12号線は、もともと都営地下鉄新宿線と、同規格の20メートル級車両重量編成での、建設を想定していたが、建設費を削減するために、社団法人日本地下鉄協会が研究していた大型、 地下鉄規格をベースとした車両規格で建設することになった。当時、小型地下鉄システムは日本国内で実用化されていないため、安全性や信頼性など様々な面で試験を行いデータを収集することとなった。車体は軽量ステンレス構造とし、前頭部は FRP 成形品を取り付ける構造とした。前面は非対称で、 プラグドア方式の非常扉を備えている。前照灯は全面総下部に二をまとめたデザインとし、微灯は窓上部へと設置した。行き先、運行表示器には液晶表示方式を採用しており、赤、白、青の三色が表示できるものである。車体には12号線のラインカラーである、マゼンタ色の帯を巻いている。本試作者の全面形状は、 後の量産車とは大きく異なるものである。制御装置には、都営地下鉄発の GTO、VVVF インバータ制御を採用し、12から002に搭載した。主電動機は 120kW 出力の小型参照、誘導電動機を使用した。粘着性能の高い誘導電動機を採用した、ことで、基本的な MT 比は1、1とすることで、 車両システムを製作する方針とした。台車についても、都営地下鉄発のボルスタレス台車で、軸箱指示は、筒型積層ゴムブッシュ方式である。メーカーは、近畿車両で、動力台車は T-12X 型、付随台車は T-12Y 型と称する。基礎ブレーキは、台車全長を小型化できることや、軽量化にも効果が高い型をし。 式踏み面ブレーキ構造とした。小型地下鉄のため車輪径は 660mm と小さく、偽装スペースが少ないことから、床下はスペースいっぱいに機器が設置されている。補助電源装置は、将来の量産時にも使用できる100クバと大容量の静止系インバータを採用し、4両分の給電能力がある。 終電装置は両車両に搭載し、小型地下鉄用のパンタグラフを開発する目的から、筆型、Z 型、下枠交差系の3種類を試験した。折りたたみ高さは 1700mm と低く、非常に小型のものである。車内設備では12から001の、側窓は、下窓固定、上窓内通し式、座席は、FRP 成形品の上に一人分のパッド 乗せたセパレート方式を採用した。一方、12から002の側窓は一段下方式で、その一部はパワーウィンドウが採用されている。座席は従来の平板形状を採用し、両者で比較を行った。冷房装置は車両限界から屋根状に設置できず、床下には機器が多く設置できないことから、車内床置き式冷房装置出力品を 各車2台搭載、1両あたり 29.07kW 出力を採用し、車端部の一部は、冷房機器室となっている。なお、都営地下鉄における冷房装置の搭載は、新宿専用の10ゼの000系試作車が初めてで、あり、本車両は、同志作車に続く2番目の採用となる。乗務員室は、右側運転台で、十2から零零一の運転台は、 表示灯、速度計などを液晶化したケーキパネルに、タッチスクリーン式スイッチなど、新しい間隔を、12から002の運転台は、バーグラフ式メーターやデジタル式速度計に、押しボタン式スイッチなど2両で異なるものとし、運転台の比較試験も行うこととした。主観制御機は、小型の右手操作系、ワンハンドル式を採用している。さらに当時としては珍しい。 光ファイバー伝送システムを用いた乗務員支援、研修支援機能を備えた多機能系の車上集中制御装置を採用した。保安装置の試験は片方向きの車両のみで行う。ことから ATC 装置と ATO 装置は12から001だけに備えている。馬込検車場の10番留置線に12号線用の合体河線や列車無線設備。 信号設備を仮設し、1986年5月から9月に、校内走行試験を実施した。同時期には、浅草線用のパンタグラフに取り替え、浅草線終電後に、本線高速走行試験を、戸越西馬込間において実施した。これは、車両基地内では、時速4 0トルが限度であるが、本線において、時速7 0トルで走行し、 高速走行時における機器の状態や車両の振動、騒音等を試験する目的があった。この走行試験の結果は、概ね良好であったとされている。なお、当初の計画では1986年4月から1987年3月までの1年間を、目途に走行試験や各種試験を実施する方針であった。また、この試作者は、将来的には、 地下鉄12号線が開業した際に、同線用の車両の一部として使用することが予定されていた。まご県車場で、リニアモーター駆動の試験に供されていた頃1987年6月、地下鉄12号線建設推進本部が現在開発されつつある、リニアモーター車両のメリットも大きいので、1987年3月、下旬に開始された。 リニアモーター車両の試験の状況及び、車両技術の動向などを踏まえ、今後、車両の駆動方式について、放射部車両の製作時期までに決定するとされた。これを受け、本試作者をリニアモーター方式に改造した。これは、鉄輪式リニアモーター車両は、日本国内では、試験段階にあり、実用化はされておらず、車両性能や安全性、 経済性など確認するためであった。リニアモーター方式への改造及び試験は、社団法人日本地下鉄協会に委託をして実施した。車体や VVVF 制御装置、ブレーキ装置など各種機器を、リニア用に改造を実施した。ブレーキ装置には逆小ブレーキ及び、電磁吸着ブレーキを取り付けた。新たにリニアモーターを製作した、12から001も、 電動車へと改造された。リニアモーターは、日立製作所、三菱電機、東芝の三社で製作した。台車は、リニアモーター専用のものが製作され、リニアモーターの創価方法の違いから2種類あり、A 方式は、台車枠創価方式、B 方式は、主軸樹創価方式とされた。台車の製造は、住友金属工業と日本車両製造が担当した。 車輪系は 610mm と、さらに低床化された。前述したまご検車場の試験船には、リアクションプレートが付設され、1988年4月から6月、9から11月に走行試験を実施した。試験船のほか、浅草線5000系の検員により、検車場内の曲線走行試験も実施した。この試験結果も、おおむね良好であったとされており、 この試験結果から、1988年12月21日に、地下鉄12号線は全線リニアモーター方式を採用することが決定された。試験で得られた実績の多くは量産車において採用された。しかし、この試作車は開業後の営業運転に使用することはなく、試験終了後に引退した。ただし、この試作車は、 東京都交通局の車両として入籍しておらず、車両として巡工していない。検車場内の走行試験や、終電後の本線走行試験は、線路閉鎖を実施して行ったもので、あくまでトロリー扱いで、走行試験が実施されたものであった。その後は、豊島区に無症状とされ、1991年2月より2両とも、千早フラワー公園にいて、 生体保存されている。12001は、車内が、一般公開されており、1 2 0 0二は、地域集会室となっている。一時車二次車は、製造から15年程度が経過したので、2007年から、順次車体の塗り直しや車内機器の一部交換などを、行う、都営地下鉄方針 c 修繕の時期に差し掛かり、孫ごめ車両研修場で改修が行われている。 また重要部検査、全般検査も2006年度より、まご車両研修場で行われている。ただし、経由する浅草線内では自走できない、関係上、2005年3月に、申請した E5000 系電気機関車の牽引により、無動力改装される。主に塗装の塗り直し、床材変更間通路扉への銀欄マークの貼り付け。 蛍光灯カバーをアクリル製から金属製の絵の変更及び補助送風機の大型化等が行われた。なお、一時車の中間に組み込まれている三次車は更新されていない。2009年度には三次車以降にも新修繕工事が開始された。2009年度内には第07から11編成までの8両編成5本に施行された。試行内容は 車体修繕とスタンションポールの設置、乗降口,口の識別化などである。修繕が行われていない3次車、4次車の編成も、ラインデリアの大型化や貫通路扉への銀杏マークの貼り付けが行われている。また、一部の編成では、シートモケットが変更され、また吊り革もお結び型から、他の車両と同様三角形に変更されている。この吊り輪は、 新宿専用の銃の300型でも使用している、標準の形で、握り部は、枕木方向となっている。また、優先席部の釣り革は、オレンジ色として、さらに座席前では4個のうちの2個を1 0 0、mm、トル低くしている。東京都交通局においては、着席客、取り付客との干渉を防止するため全、保有車両を対象に、車内座席端部の仕切り板を、 大型タイプのものへ交換する改修工事を順次、施行する計画を策定、その先行試験として、本形式4次社の第25編成が2014年度中に、社内座席仕切り板の大型化を施行されている。この他には、床材の変更や、車内案内のフルカラー液晶化、ドアに、黄色のラインの貼り付けを順次行っている。1.2次社は、 導入から25年を経過して経年による老朽化が進行したため、その代替を目的として2014年度より12から600系6編成を導入することが公式発表されている。同6編成は順次導入され、2016年6月30日に一時社の大霊音編成が運用を離脱したことにより、大江戸線の塗装車は消滅した。 続く30社以降の車両についても、引き続き2018年度から2020年度にかけて12から600型がさらに11編成増備される予定であり、東京都交通局が2016年2月12日に発表した東京都交通局経営計画2016の中では2021年度までに本形式14編成の代替を目標とするとしており、 2019年度より廃車が開始されている。判例尾行。ありがとうございます。